フリートーク、なんか久しぶりですね、長谷川さんのフリートーク。いや本当ですね。いやなんか今週1週間ね、もう久しぶり、1ヶ月ぶりですからね、話して、本当にちょっとそのなんていうんですかね、積もる話というか久しぶりなもんだから、なんか毎日毎日が長くなってますよね。そうなんですよ、もう話したいことがいっぱいあるもんだからそうちょっとやっぱりさすがにそこまで会ってなかったりしたら ね、いろいろあって、だからそう足りないぐらいですもんね。そういうことは居酒屋でやれっていう話をやってますよね普通に1時間ぐらいちょっといろいろそのいろいろ喋れそうな気がするんですけど、本当にまあまあ、でもまあこれからもね、まあ頑張ってくるっていう感じなんですけれども、はい、やっぱりその、まあ、M1 という大きな大会出させてもらって、テレビ出させてもらって、僕ね、最近そこ街中を歩いてたら、やっぱり気づかれることが増えたんですよ。そうだよね。それはもうだってもうほら特徴あるフォルムじゃない。そういやこれでマスクしてるんですよ。してたって。マスクしてたってこのご時世。いや、まあ、でも多分わかるよね。あの目がほらギョロッとしてるじゃない。はい。ギョロッとしてる。ギョロッとというか、まあなんていうかな、彫りが深いというか、まあ割と派手な感じじゃないですか。そうです、うん。だからマスクしてても目でわかるだろうし。そうですよ。だからその街中でそのまあまあたまーにね声かけられることあったけど、 M1 以降やっぱりその結構気づかれて、電車の中とか地下街歩いててもそのあ錦鯉だとか、錦鯉さんとかって写真いいですかみたいなのもあるし、すごいじゃないですか。でもそれはまあいいんですよ、ありがたいんですよ、嬉しいですよ、やっぱり声かけられてそういうお仕事だし、はい、でたまにいるのがそのあレーズンパンだネタでレーズンパンを言ってるからね、レーズンパンだってそう何度かあって、はいはい、だからその名前じゃなくて個人名コンビ名はおろか、もうやっぱそういう印象なんだなと思って。いやだからやっぱりそのインパクトのある言葉ってすごいですよね。そうだからダンディ坂野さんに対してあゲッツだっていうようなもんですもんね。あでもそうだよな、確かに言っちゃうような気がするもん俺も。そうダンディが出てこなくてあゲッツだみたいな、こっちが先にね。確かにそうかもしれない、そういう現象なんだなと思ってでもそのよりにもよってレーズンパンかよっていうのはさ、なんか別のネタだよねそうだからね、なんかそのノリノリマサノリとか、ダンス踊ったりとかもしてるんで。そうだよね。でも本当にどれに皆さんが食いつくかっていうのはちょっとレーズンパンにあんなに食いつかれるとはっていうのはちょっとね。そうなんですよ、ちょっとびっくりでしたね。だから僕が一番よく普段テレビ番組でも使ってたギャグでキャラメルは銀歯泥棒っていうのをやってて、あのネタの中にも入ってるんですよね。はい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 、あったあった M1 のネタでも。だからそのキャラメルは銀歯泥棒で認識されると思いきや、そのレーズンパンの方に、まあ、確かにでもレーズンパンの方が何回も繰り返し言ってるんですよね、まあ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 確かにね。だからちょっとこびりついてるのかなと思って頭に。でもあれはネタの中では あえて滑る用としてやってるわけでしょ。そうです、滑んねーよみたいな感じで突っ込まれるためにあれをやってるわけでしょ。そうですそうです。だけどそう今やなんかね、やっぱりね、長谷川さんのそのさっきほら俺目がギョロッとしてるって言い方をしたけどさ、それがレーズンパンのレーズンに見えるんだよ。あの顔の形がレーズンパンだもん。あ、なるほどね。リアルレーズンパンが歩いてるわみたいな感じになってるからさ。本当だ、頭もね、パンっぽい。なんかだからそれは言われるよ。そっか。だからきっとね、ファンでも何でもなくて見たまんまを言ったんだと思う。本当にレーズンパンが歩いてるだからアンパンマンのキャラクター的なやつね。レーズンパンマンってのどう？ああなるほどね。あ解決しましたか先生。いやいやいや、ありがとうございます。いやまあまあまあでも認識していただいて、あのほらなんかの番組の中で中国の方には錦鯉の名前はとても縁起がいいとか言われてたから。ああありましたね。ああ世界比べてみました。あの時はでもやっぱりその頭叩くのに対しては割と世界ではあれでしたね、よくないみたいな、タブーみたいなの、それはよくよろしくないよみたいなので、でやっぱりあの頭をほら渡辺さんが撫でてたり、そう撫でたんです、ね、あれね俺も見ててすごい新鮮でよかったそれは良かったですよね。あの女性陣から可愛いという意見がすごくありました。頭撫でられてる長谷川さんが可愛いっていうのが、ね、すごくあった。ちょっと新しいですもんね、叩かないでこう撫でる、撫でる、うるせえよって撫でてました。昔のあの竹中直人さんの笑いながら怒る人みたいな状態になってて、ね、ありましたよね。ありましたありました。ああそう。いやまあでもね、そういうふうに忙しくなって人にこうね知られるようになって、
ちょっと時間ね、かかりましたけど、そう、これからですからね、でもね、スタート、これからスタートって感じなんで。49の男の意見とは思えないよっていうところで。そうですよ、よく言われますよ、もうね、スポーツ界ではもう監督のね、人に指導する立場の年齢だぞって言われて、それも僕、これから頑張ろうとしてるんで。いやいや、でも本当に、それこそあのね、占いでは、人生のその人の花開く時期はね、千差万別だから、ね、みんながみんなこう、普通のカーブを描くわけじゃないので、あの、長谷川さん自分でも昔書いてて、あの、呪縛されてたけど、俺は遅咲きのタイプだって、本当に遅咲きになってしまって、はい、そうですよ、自分で言っといてね、本当にだからそのね、何ですか、言霊じゃないですけど、うん、そう、まあでもあのちゃんとそれが成就したわけだから ね、あのそれはもう素晴らしいですよ。だから一遍これで波乗っちまえばこっちのもんですから、頑張りますね、これぜひぜひ、はい、まああのね、暇があったらこの番組にもいや全然もらわないとね、あの大石一人では持たないともっぱらの評判ですので、あの、もう来ますし、その先生からのね、そのお言葉ちょっとあのいただきたいんで、まあ、いやいや、もうだからぜひぜひあの、はい、ね、暇にしてあげる。いやいや、意図的に何か意図的に暇にしてあげるからみたいな怖いんですよそれ。いやいや、まあ、ということで、本当にあの一月ぶりに長谷川さん来てもらいまして、はい、いつもの占い君に戻っております。はい、ありがとうございました。本当今週ありがとうございました。はい、また来週お願いします。さよなら。